皆さんこんこにちはロンンーーボイスセッションケニー木村でございます今日はですねいわゆるネットでのお買い物みたいな話なんですけどもまあ楽天を使われている方アマゾンを使われている方それからメルカリが多いという方ヤフオクが多いという方まあまあいろんな方がいらっしゃると思うんですけども自分はアマゾン o n がやっぱ多いんですがどっからだろうなどっかからのきっかけでもうそのアマゾンでものを買うというのが当たり前になっていわゆるリアルでものを買う特に大きなものかなあの高額なものを買うってことがすごく少なくなってきてしまいました。 まあここ、やっぱりね、数年はコロナっていうのもあって、それがより加速したということだと思うんですけど、それ以前から、だいぶ、その、特に私の場合はですね、映像の機材ですね、例えばもうカメラとか、それに付随するようなもの、照明だったり、三脚だったり、いろんなスタンドだったり、あ,あるいはケーブル類だったり、はほとんどアマゾンですかね。 でその前はもうむしろビッグカメラとかヨドバシカメラみたいなところに行って、えー、リアルにその商品を見てでそれを買うというかまあ要は自分の目で見て確かめて買うっていうその段階を踏むことがすごく好きだったんですけどまあある意味ですけど今はもう何ていうのかな大体 対当たり外れがないんですよねで自分の中にもそういうものの知識みたいなものが、えー、ついてきたので、このあたりのこういうもんだったらほぼ間違いがないなとか、それから、えー、いろいろ比較検討すると、例えば10万円のカメラがここで買うと8万円、ここだったら7万8千円とかってこう比較ができるので、お店を何軒かこう回る、はしごして、 値段をチェックするっていう煩わしさがないっていうのが一番大きいかな。まああとはその持ち運びですよね。で、買うものがでかかったり、まあかさばるというか長いものだったり重たいものだったりっていうものが多いので、それがそのまま届くっていうのは、これはもうやっぱ買え難いところがありますよね。えー、まあそんなこともあって。 アマゾンで物を買うっていうことがすごく増えたんですが、まあこっからが本題なんですけど、一回やっぱアマゾンに入っちゃうとですね、こう、付随して、実際にこれを調べてんだけど、下の方に、こんなのいかがですか的なね、レコメンドがこういっぱい出てくるじゃないですか。あれみたいな。おすすめんあ、これいいな。から、どん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 いくと、 ふと気づくとですね、やっぱ2時間ぐらいずっと Amazon 見てるってことがよくあるんですよ。<laughs> まあ皆さんもそういう経験あると思うんですけど。で、特に自分の場合はですね、最近はもう食料品にまで、えー、手を出してます。まあまあ、生鮮食料品は基本的には自分の目で見て確かめて買ってくるっていうのがあるんですけども、例えば、まあ調味料的なもの、少し特殊なもの、えー、っと、最近買ったものはですね、 あのお肉の代わりにの大豆ミートっていうんですかね「大替えお肉」みたいな、まあ、精進料理的なやつのその魚の餌みたいな、ね、あの乾燥した大豆がいっぱい入っている袋とか買ってみたんですけどもそんなんとかそれからちょっと高級な抹茶の粉とかですねあとはあのー、醤油いい醤油 添加物っていうものをですね最近知ってしまって知らなきゃよかったんですけど添加物に変に拒否反応を最近持ってまして極力添加物の少ないものを調味料特に調味料が欲しいと買いたいっていうところで味噌醤油塩砂糖みたいなものをですね調べてアマゾンで買ってるという。 そんな感じになっちゃったりしてるんですけどもまあそんな感じでアマゾンはまあクラウドファンディングの商品と違ってこうポチリが簡単なのでなんというかずっときっとこのままアマゾンでものは買い続けると思います。今日はそんなお話でございました。それでは。